皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もネイバーで遊んでいきます。さあ、チャプター7ですね。さあ、消火栓の失敗や彼女をそらすことはなかった。金庫のことが書かれた本を見つけて開き、中身を持ち帰ってくださいと。あの奥の金庫ですか。あれをですね、開けばいいとですね。開け、ごまみたいな感じで、ドドドドみたいな感じで開くんですかね。さあ、おばあちゃん、そこにいらっしゃる。普通におばあちゃんもう、うちの中散策するようになりましたからね。ですから、たまに多分、墓場に行くから、墓場に行ってたら、出会わないから、その間に、鍵を全部見つけ出して、まあ、鍵今のところ1個だけですけど、クリアすればいいと。持って帰るとか家に持って帰るってことですよね。この辺ないでしょ。この辺に今んとこ鍵がなかった場所が怪しいですよね。ちょっとこっちの方から行きますか。なんか変な声だ。ああ捕まっちゃった。早い。なんかあれですよね、お互い出会いに行っただけ。そんな感じ。なるほどですね。まあ確かにそうですよね。普通通り屋敷に戻ればあの辺りで出会いますもんね、毎回。おばあちゃんこっちに連れて、ここでこうしたらどうですか。おばあちゃん、おばあちゃん考え込んでる。今がチャンス。たまにおばあちゃん固まりますからね。考え込むんですよ、その場で。まあ、瞑想してるのか分かりませんけど、今日の晩ご飯何にしようかしらみたいな。ああ、毎日献立考えるの、もう嫌になっちゃうみたいなですね。まあ、なるほど、このお母様みたいな、そんな感じなんですかね。私がいつも夜ご飯を気にするから、お腹空いてるから。お聞きするといつも大体そんなことが返ってくるんですよ。ですからあまり怒らないようにですね、さりげなく尋ねないといけないんですよね。ちょっとお腹すわ、ちょっ、あーまた見つかっちゃった。わ、おばあちゃんこっち来ちゃう。おばあちゃん執念のごとく追いかけてきますからね。諦めましたか。よし、じゃあこっちから行きましょう。おばあちゃん固まりましたね。これはもう勝利ですね。もうこうじゃないと中探索できない。まあ、あとは上の階であれですよね、くるって回ってか逃げるぐらいしかないですけど。おばあちゃん2階も結構あれですよ、固まるんですよね。なんか引っかかってるのかわかんないですけど。さあ、ではおばあちゃんがそっと、ちょっと待って待って待って、おばあちゃんいつの間にか復帰してますか。さあ、ちょっと後ろ振りも返って、あ、引っかかっちゃった。難易度が上がってますね。でもこっちから、まあ、向こうから行っても結局出会いますからね。こっから見えませんかね。どれくらいの距離で見つかるかわかんないですよね。壁越しでも見つかるから、多分超能力だといつも思ってるんですけど、この壁抜けられるみたいに他のとこも壁抜けられたら結構逃げやすいんじゃないかなと思うんですけど。こことかダメですか。まあ昔のロールプレイングゲームみたいな感じですよね。ファイナルファンタジーさんとかでしたっけ、洞窟とかマップの中黒いところをですね、抜けて先に進むと宝箱が置いてあると。よく探してましたね、こういうところずっとダッシュして。
まあ、たまにあれですよね、不具合で壁の絵だけあるけど壁通れないようにするの忘れてたみたいなのもありますからね。本が手に入りましたけど、本関係あるんですかね、金庫に。赤い矢印出ないからおばあちゃんいないんですかね。ちょっとこっちから様子見ますか。ここにはいないですね。お、消えました、おばあちゃん。ちょっと怖いちょっと怖い。セキュリティ、ただここでおばあちゃんに見つかるともうジエンドですので、慎重に行かないと。トイレ、トイレないですね。ここもないですね。じゃあ上ですか。お？お？おばあちゃん外？赤い矢印が向こう行ってる。あ、登ってきてる。ちょっと待って、登ってきてる。え、おばあちゃん外出るんですね。この下にいるってことですよね、多分。見えないですけど、中入りましたか。まあ、でも、上は逃げ道あるから、いいですけど。来てない。あ、来た。ちょっと先に、これ、くるって回せます。あれ？開いた。あれ？消えた。よっしゃ、今のうちに。おお、なんということでしょう。お札がたんまり入ってました。おっと。おばあちゃんダッシュしてます。ここ引っかかるんですよ、おばあちゃん。だからここまで来て、こっからもダッシュで逃げれば、もうおばあちゃん来れない。よーし、バッチリですね。この本何だったんですかね。ちょっとあまり確実に逃げられるようにこっちから逃げます。さあ、ルンルンランラン、ルンルンランランですね。なかなかいいことあった後は帰り道が足取り軽いみたいな、なんかそんな感じですよ。まあ逆パターンもありますよね。なんか言えなかったあったら足取り重いみたいな。さあ、これで明日から億万長者ということで。YouTuber 卒業ということですかね。そうはならないと。さあ、これでゴールですかね。持って帰ったぞと。誰もいない。おお、バッチリミッション完了ですね。完全って書いてますけど、多分完了ってことですね。ありがとうございます。それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Thank you.